だるまです。今回は未開の大地拠点3時ですね。こちらをワンパン攻略していきたいと思います。で、まず、無課金キャラのおすすめからですね。まず、1体目が、メダルで交換できる怪盗マンダリーヌ。まだいるのかな？マンダリーヌっていうキャラがいるんですけど、あれとか、あと、ショコにいる光秀っていうね、キャラがおすすめです。はい。で、反射キャラがね、僕はすごいおすすめなんですけど、まあ、理由はね、後ほど、説明したいなと思っております。で、今回僕が連れてってる無課金キャラは、六甲ですね。真珠の聖域で手に入る六甲というキャラです。別にこれを選んだ理由は深くなく、ボックスに、その育ってるやつがいたから連れてきたっていうだけですね。はい。で、今回のね、ワンパン編成に、ワンパンするにあたって、重要なキャラですね、が 3P のゲーテと 4P のタケミカズチです。この2体があれば、ボス1でね、ワンパンすることができるので、ここら辺をね、使っていけばいいんじゃないかなと思います。まあ別にタケミカズチじゃなくても、例えばゴンさんとかね、光のワンパン系だったら何でもいいので、そこら辺をね、連れてってあげるといいかなと思います。で、このクエストのまずコンセプトについてなんですけども、エレメントエリア内で殴ってあげる、もしくはエレメントエリア内に配置して、雑魚を友情で倒す。で、この2通りの動きがすごい大事になってくるので、その使い分けですねをしっかり覚えておくっていうのがかなり大事になるかなと思っております。で、友情で倒す敵については、ゴーレムですね。ゴーレムを友情でまず倒すことができるんですけど、あれは基本的に殴りじゃなくて友情で倒します。それ以外の敵は基本的にエレメントエリア内で殴ってあげるっていう風な覚え方をしてあげるといいんじゃないかなと思います。で、もう一つのギミックとして、この、なんだっけ、このキャラ、この左下と右上にいるやつね、そう、こいつらを、ね、残しておくと何が起きるかというと、敵のね、防御力をアップさせてきます。こんな感じ。で、これね、ダメージをもうほとんど取らなくなっちゃうので、優先してね、こいつを倒す必要があるんですが、ここで、反射キャラがね、かなり役に立つんですよね。はい。火力が結構高めのキャラじゃないと、貫通でね、倒して、一手で倒すっていうのはね、結構、割りかし配置が重要だったり難しかったりするんで、僕はね、反射キャラの方がおすすめです。こいつを倒すんであれば、はい。で、同様にそのボス削りとかねに関しても別にこの何て言うんだろう、激死変化パネルがあるおかげで別に反射貫通ね、そこまで大差がないので、僕は本当にね、反射雑魚処理のしやすさをまあもろもろね、その他の観点とかと組み合わせた結果、まあ、反射がおすすめなんじゃないかなと思っております。はい。で、まあ、ここはね、結構硬いと思うんですけど、まあこういう感じで適当に削っていってっていうのはなるんですけども、ここでね、結構強かったのが、このキスキルリラの SS ですね。で、やっぱりファーストキラー持ってるおかげでめちゃくちゃね、火力が高かったです。あと、ワープ対応、ダメをブロック、ここは対応してるキャラ結構多いんですけど、ワープにね対応してるキャラがあんまりいなくて、で、今みたいな時とかね、どうしてもダメージ出したいのにワープに入っちゃうなっていう時とかは SS ね、オールアンチ打ってあげれば、ワープね関係なく動くことができるんで、結構ね安定して火力出せるなっていう、イメージあるのがこの、ごめんなさい、あれキスキリリラねっていうキャラですね。はい。まあ、なんで、基本的にキスキリリラいっぱい持ってる人はいっぱい連れてったらいいんじゃないかなと思います。コネクトがね発動する範囲内でいっぱい連れてってあげるといいんじゃないかなと思います。で、反射が強いよっていうのはこういうところですね。はい。で、時にはゲージを外してブロック内に留めておくっていうのも実はめちゃめちゃこれ重要な動きでして、2P でやるかな、ちょっと見てみようかな。そう、多分 2P でねこれゲージ外すと思うんですけど、例えばこれね、今6個の友情でしかこのゴーレム倒すことができないんですけど、こうやってねゲージ外してあげることで、うまくねゴーレムにこうやって当たって友情で倒すことができましたっていう感じなんですけど、こういう感じで、配置にもすごい使えるし、友情当てうまく当てるのにも、ブロックゲージ外しのブロックを使うブロックをつけないっていう、弾き方ですねっていうのが結構ね使う時があるので、これの弾き方もちょっとね視野に入れつつ、クエストを進めていくといいんじゃないかなと思います。で、ボス1ですね。はい。で、ここに関しては、ゴーレムが出ません。あ、出るのか。そう、ゴーレムは出るんだけど、さっきのね、敵の防御アップをしてくるやつがいないです。はい。なんで、適当にね、とりあえずゲーテまでターンを回してあげて、でも火ダメが怖いんであれば、まあ、このアグラベインとかね先に倒したりだとか、まあ、ゴーレムとかね倒しておくっていう感じですね。で、あとはその減速率ですよね。タケミカズチの、弱点を貫く SS っていうのが減速率がねかなり高くて、敵一体触れちゃうともう届かない、弱点まで届かないってね感じになっちゃうので、できるだけね敵を減らしてあげる、と、タケミカズチがねかなり動きやすいと思います。はい。で、ここでねゲーテの SS を取っていって弱点をまず強化させてあげますよと。はい。でね、この、弱点強化がないとワンパンはできないので、
ちょっと残っちゃうんですよね。まあ紋章とかね、厳選とかしてもろもろしてったらワンチャンあの弱点強化ねなくてもいいかもしれないですけど、はい、まああればこれねクリティカル出るんですけど、あの問題なくねワンパすることができるので、ぜひね皆さん試してみてください。ということで今回はね未開の30の攻略でした。ぜひねチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。